前見えてる山が阿武隈山脈でしょ、はい、あれを越えたら飯舘村ですか、あれは浪江ですか、もうここを越えれば、まあまあ、うん、赤荻とかなんか、赤荻が一番赤荻が一番きつかったんですよね、はいはい、多分あああなった、もう2に超えたわ、2超えた、2超えた、いや、やっぱりここきついですね、空間線路で2超えてますもんね、いや、飯舘は原町を越えてからの、原町区を越えて山人山越えて8点。え、何歩何歩？ 8です今。8も行った？9、9行きました。うわぁ。10行くね。10行くね、これ。10行った。これちょっとあれやな、すんやんな、ここは。下手したら20行くんちゃう、これ。ちょっと止まってきたか。うん、13。まあ、13やな、うん、13やね、13マイクロいうことはもう1年住んだらもう越してまんちゃう、越してね、ねえ、うん、ですね、だからね、東京のど真ん中で建物の中に入って、うん、もうこうだああだなんだかんだやってるよりもここに来て、髪の毛持ってきて、ここに来て、一回自分で測ってみて、まあ、自分な、なんていうの、自分で動いて、そんで今度みんなに、うん、地元の住民の人とか、どうしたり、もう自分があんまり来ないで、来ないもんな、来ないもんな、私なんだ。